スコット・ジェレミー・ダウンズは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ルイビル出身の元プロ野球選手。左投げ左打1994年の MLB ドラフト12巡目で、指名されるも拒否。ケンタッキー大学時代は、ベースボールアメリカのオールアメリカンに選出された。1997年の MLB ドラフト3巡目で、シカゴカブスから指名され、 6月18日に入団。1998年11月3日にトレードで、ミネソタツインズへ移籍した。1999年5月21日に、カイル・ローシュ、ジェイソン・ライアンとのトレードで、リック・アギレラと共に、カブスへ移籍した。2000年4月9日のシンシュナティレッズ戦で、メジャー初登板を果たした。2試合目の登板では、 メジャー初勝利もマークするが、その後は、簡単には勝たせてもらえず、19試合で4勝3敗だった。2000年7月31日にロンデルホワイトとのトレードで、モントリオールエクスポズへ移籍した。エクスポズには2004年までの5年間所属したが、2001年と2002年は、メジャーでの登板すらなく、5年間で14試合にしか、出場できなかった。 2004年11月29日に放出された。2004年12月16日にトロントブルージェイズと契約。2005年は先発13試合を含む26試合に登板し、防御率4.31とまずまずの働きを見せた。2006年はさらに安定感が増し、59試合に登板、6勝を挙げた。2007年は 左のワンポイントとしてリーグ最多の81試合に登板にし防御率2.17を記録。2008年はセットアッパーを務め66試合に登板して防御率は1.78と2年連続で高レベルの成績を残しリーグを代表する左の救援投手へと成長した。2009年も前年に引き続きセットアッパーとしてスタートしたが 守護神、BJ ライアンがゼフ長でクローザー失格となり、ダウンズがクローザーに昇格した。シーズンでは二度の故障者リスト入りを経験。2010年11月1日に FA となった。2010年12月10日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムと3年契約を結んだ。2012年はジョーダン・オルデンからクローザーの座を奪う。 2013年7月29日、コーリラスムスとのトレードでアトランタブレイブスに移籍する。10月31日に FA となった。2013年12月20日にシカゴホワイトソックスと1年375万ドルで契約に合意したことを報道された。2014年1月2日に球団が入団を発表した。開幕ロースター入りし、 リリーフとして38試合に登板したが、防御率6.08と安定せず、6月26日に DF となり、7月3日に放出された。2014年7月6日にカンザスシティロイヤルズと契約した。移籍後は12試合に登板したが、8月12日に首の故障で15日間の故障者リスト入りし、8月28日に復帰。 当時チームはタイガースとの地区優勝争いの真っただ中ため、復帰後は5試合の登板にとどまった。この年は17試合に登板し、0勝2敗、防御率3.14だった。オフの10月30日に FA となった。2014年12月20日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2015年3月30日に自由契約となり、 引退している。各球種を低めに集める、ゴロ系の投手。球種は、90マイル台前半の速球、大きく変化する、カーブスライダー。ありがとうございます。